りましょうか、行こうか、じゃあ高槻久しぶりに来ました。尾崎豊が死んだ町高槻、そうなんですよ、ちゃうけどそうなんです。帰ります。
今のもね、今のところはほんまは続けてかっこよくやるつもりだったんですけど、チューニングずれたわ。尾崎の霊やな。この霊が。あ、ルカ。この霊が俺を縛りつけとくね。豊か。豊か。どうした。豊かの好きな食べ物の曲やろうか。Thank you.
岡本とかは何度もお見かけしたことあって、でついにエチバリアが誘ってくれて初めてやってきました。初めてやってきたくせに来週も来ます。来週はあのハレルヤというバンドでね、僕はその辺であの一ビでギター弾いてますので、よかったら来てください。15日夜のストレンジャーズと一緒に、あとペリーのゲンちゃんフリーマンです。よろしくお願いします。尾崎は出ません、残念ながら尾崎は出ません。やつは空に消えてしまって、みんなの心の中で生きてると思うんでね、これ以上尾崎のこと言うのやめておきます。ありがとうございました。なんで尾崎が死んだ町かっていうにはちょっと理由があるんですけど、あの全然面白くないんでやめときます。言おうかな、やめとこう。わいせい堺市で二人で子供がいないんで猫と暮らしております。畑をしたり僕は釣りに行ったりお酒を飲んだり、そのまんまの歌です。僕らは忙しい、何にもなくても笑ってたい、恋したことない日々だけど腹が立っても無視しない、僕らは忙しい。はい、
尾崎のこと言いたいなと思ったやんか。じゃあチューニングしいよ。お酒立ってくの忘れたステージに。すいません、あの後でしっかり払うんで、なんかカンカンのお酒、なんかビールとか。ビールでいいですか？ビールで、はい。すいません、もうまだまだ若い言うて初めて来たくせにね。すいません、ほんま。いちばりやが誘ってくれて、ここでやりました。で、今年は自転車創業者さんも、ね、今年というか。ありがとうございます。すみません。何もないです。すみません。ありがとうございます。乾杯！ほんで、いろんなね、よく対話したりしてて、カズローさんを初めて今日一緒にやらせていただけて、なんか、めっちゃかっこよかったです。ほんまに。達者やな、思って。僕にはないギターのルーツやなみたいな、すごい素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。
食べるときは運転は嫁です。じゃあ最近作りました曲をやります。僕は53歳なんですけど、年を取るのは当たり前で、僕は非常に元気なんですが、周りの大事な人がね、怖い怖い病気になったりとかが続きまして、勘弁してくれと思うけどしょうがないしね。まあ元気な限り遊ぼうやみたいな曲です。へんてこだしてるもんで、音楽に目覚めた頃にはまだこのようにコンパクトディスクもなく、一生懸命アナログレコードを小遣いを貯めては買って、こんな53歳になってしまったという悲しいバラードを最後にやって終わります。で、全然売れてないヒットシングルっていつも言ってたんですけど、 MC でこの間家で在庫を漁っとったら、え、レコードもうあとこんだけじゃないやんって言ったんですよ。で、売れてんって言ってて、めっちゃ売れてるやん、やったーって言ったら、違う段ボールから山ほど出てきました。よかったら買ってみてください。ありがとうございました。
よ。 Look for more than all